オスマン帝国領ハンガリーでは、1541年から1699年までオスマン帝国の支配を受け、今日ではハンガリーに属する地域について記す。16世紀までにオスマン帝国の勢力が徐々に強まり、バルカン半島を占領していく間、ハンガリー王国は中世後期の農民暴動で弱体化していった。ラヨシュ2世時代、国内の衝突が貴族を二分していた。 モハーチの戦い1521年のベオグラード陥落後、スレーマン一世は弱体化したハンガリー王国に攻撃を加えることをためらわず10万人の敵に対して2万6千人と数に劣る上に士気もつたないハンガリー軍は1526年8月29日にモハーチの戦いで敗れた。スレーマンがこのようにしてハンガリーに影響を及ぼすようになる一方、 戦死したラヨシュ二世の後継のハンガリー王位をめぐって、スレーマン一世に反従属状態となっていたサポヤイヤーの死と、スレーマンの敵であるオーストリア大公フェルディナントが相争った。スレーマンはさらに進撃して、オーストリア軍を壊滅させようときとし、1529年にはウィーンを包囲したが、冬の到来で大客を余儀なくされ、ウィーン攻略は失敗に終わった。 ハンガリー王位は1540年までサポヤ・イアーノ氏とフェルディナントの間で争われた。1541年にオスマン帝国軍によってブダが制圧された後、ハンガリーの西部と北部はハプスブルク家を王として承認して、ハプスブルク領ハンガリー王国となり、中央部と南部はオスマン帝国軍が占領し、オスマン帝国領ハンガリーとなり、 東部はサポヤイ,イの息子が東ハンガリー王国の名のもとに支配し、1570年以後トランシルバニア公国と呼ばれた。オスマン帝国の統治時代、ハンガリーの平和は危ういものであった。ハプスブルク家はムスリムの侵略者から国土を解放する計画を推し進め、また仲介者の協力を得て対抗宗教改革を推進した。 オスマン帝国は1620年、さらに1683年の第二次ウィーン包囲では、オスマン帝国領ハンガリーを拠点として用い、新生ローマ帝国と新京都との間の対立を利用しようと試みた。この頃、ハンガリーでは変化が起こり始めた。広大な国土は人口が希薄で森林で覆われていた。反乱源は沼地となっていった。占領者である トルコ人たちの暮らしも不安定であった。冷酷な新しい主人からオザクミノリが森や出地へ逃げ、ゲリラ隊、ハイドゥ軍を結成した。長く連なる国境沿いの取り出を維持するため、ハンガリーからの歳入の多くは使い果たされてしまい、結局ハンガリーはオスマン帝国を消耗させることとなった。しかし、経済の一部は反映した。広大な未開地域に、南ドイツや北、 イタリアへと移される牛を町が飼育した。数年で輸出された牛は50万頭に達した。ワインはボヘミア、モラビア方面、オーストリア、ポーランドへ売買された。しかし絶え間ない戦争の終わりにはトルコ人支配とハプスブルク家の抑圧が国土を荒廃させていた。1683年の第二次ウィーン包囲で、 カラムスタファパシャ率いるオスマン軍が、ヤン三世ソビエツ機式のポーランドイコール神聖ローマ、帝国連合軍に敗退したことは、オスマン帝国の衰退の始まりを決定づける出来事となり、最終的にこの地域の力の均衡を揺るがすことになった。1699年に大トルコ戦争を終わらせたカルロビッツ条約の締結で、オスマン帝国は、 ハンガリー王国から奪い取った領土のほぼすべてをハプスブルク家へ割動した。この条約に伴い、ハプスブルク家はハンガリー王位を継承することとなった。スルタンの施設を迎えるブダのパシャオスマン帝国の最高位の官僚がブダのパシャとなり、オスマン帝国領ハンガリーはいくつかの三弱に分割された。パシャと三弱のべくは、行政、司法、 防衛に責任を負っていた。オスマン帝国の関心は、この領土の支配権を確保することにしかなかった。大宰相府は、独占的な土地所有者であり、自身の権益として、土地の約20%を管理し、その残りは、軍人と文官に割り当てた。新しい地主の主要な関心は、その辞書からできるだけ早くより多くの富を搾取することにあった。 首都イスタンブールに対するハンガリーの主たる重要性は税の徴収にあった。税収は税金を徴収する前日の地主にはわずかしか残らなかった。貴族のほとんどと多数の都市住民がハプスブルク領ハンガリー王国へ移住していった。戦争、奴隷の獲得、そして領地を失った貴族たちの移住が地方の人口減少を引き起こした。しかし、トルコ人たちは 宗教的寛容を実践し、オスマン帝国内に居住する多様な民族集団が、内部問題において、かなりの自治権を持つことを許した。町は一部の自治を保持し、美術工芸と貿易を通じて富裕な中間階級が出現した。ハプスブルク家との絶えざる武力衝突にもかかわらず、いくつもの文化的中心が、オスマン帝国のはるか僻地のこの地に花開いた。 古典様式時代のオスマン建築の優れた例は、有名な一大中心地であるイスタンブールとエディルネで、見られるが、モスク、橋、泉、風呂、学校が建造されたハンガリーでも見ることができた。ルダシ浴場の建築によって、トルコ式風呂が導入されたことは、ハンガリーでの長いトルコ式風呂の伝統の始まりとなった。少なくとも75のハンマームがトルコ支配時代に建てられた。 17世紀165の初等学校と77の中等学校兼高等教育機関マドラサが39の主要な市長で運営された。初等学校では筆記、基礎的な算数、クルアーンの朗読と重要な祈祷を教えた。マドラサはイスラーム宗教学、イスラーム法、自然科学の範囲で中等及び高等教育を実施した。マドラサのうち2校が ブダで運営されていた。ペーチで5校、エゲルとエジクはどちらも4校であった。オスマン帝国領ハンガリーで最も有名なマドラサは、ブダにあり、オスニア人大祭祥ソコルルメフメトパシャがハンガリーを統治した機関に建てたものである。モスクでは、人々はただ祈るだけでなく、読み書き、コーランの朗読、そして祈祷を教わった。説教は、 政治教育の最も効果的な形態であった。モスクの他に数多くの諸島及び中等学校があり、イスラーム修道層の修道会による修道院も文化と教育の中心であった。文化の拡大は図書館により後押しされた。ブダにあるソコルルメフメトパシャ学校図書館にはイスラーム宗教学に加え、イスラームの他の文学、弁論術における作品、しか、 天文学、音楽、建築そして医学の本が収蔵されていた。エゲルにあるミナレットオスマン帝国は宗教的寛容を慣例とし、そのためにキリスト教は禁止されなかった。しかし、8万人とも言われるイスラーム教徒の移民と並んで多くのイスラーム教への回収者がおり、少数派であるイスラーム教徒の絶え間ない増加に寄与した。イスラーム教徒の宗教生活は、 新たに建てられたり、古いキリスト教教会から作り替えられたモスクとジョミスにより監督されていた。モスクの奉仕者への支払いは、教会の維持と同様、オスマン国家、または、慈善団体の責務であった。イスラーム正統派に加え、数多くのダルビーュ共同体が繁栄した。最も重要なものとしては、スーフィズムの一つであるベクタュ教団、アレビー派、メブレビー教団がある。 有名なブダのギルババ修道院は、ベクタ主教団に属する60人のダルビー種を保護していた。この修道院は、家にチェリの基地に近いところにあり、三代目ブダ知事、ヤヒヤパシャザーデメフメドパシャによって建てられた。ブダペストにある有名なダルビー種で詩人のギルババの霊病は、今日ではイスラーム巡礼の最北地となっている。 その他の当時の有名な修道院としては、アレビーハ・ダルビーュのものがある。1576年前後に、シゲトバールにある、スレーマン一世の霊廟の隣に建てられ、たちまち一帯の宗教的、文化的中心地となった。その修道院の有名な院長は、ボスニア人の政府アリデデであった。その他の有名な修道院として、ペーチのヤコバリ発散発射修道院がある。 そこの最も傑出した委員長は、ペイチ生まれのトルコ人で、メブレビー教団のダルビーュ、ペチェビアーリフィアフメドデデであった。ありがとうございます。